ここは寝具と睡眠をテーマに様々なテスト実験を行っている日本睡眠環境研究所。今回温熱生理学の権威でもある川島先生にひんやりジェルマットの冷却効果をテストしてもらいました。室温はおよそ31度という熱帯夜を再現し、ジェルマットに被験者が仰向けに寝た状態で体温とマットの温度変化を見てみました。仰向けに寝た状態から3分後、横向きになり背中の温度をサーモグラフで見てみると、なんと皮膚温度がマイナス3度。背中からは体温が放熱され、一方ジェルマットはしっかりと体温を吸収していることが分かりました。さらに仰向けで1時間寝た状態の温度変化を見てみると、急速に下降した背中の体温がゆっくり戻っていくことが分かりました。しかも異なる被験者で実験しても同じようなデータを得ることができたのです。昔から日本人が使ってきた麻とか寝具だとか、あるいは竹マットとかいう延長線上でっていうね、もっと効果的な気がしますね。ぜひひんやりジェルマットをお使いください。